さあでは、アンディカプレイヤー3人目の選手をお呼びします。シエンちゃんさん、シエンちゃんいらっしゃいますか。いらっしゃいますね。強いプレイヤーであろうと。そうですね。ビジネスが生まれたら高いですね。そうですね。さあ、そして今日宮城さんの初めてですね。初めてですね。そうですね。中学生さんに乗り込んできました。見たか。さあ、セットジャンプは上を取っていく。さあ、フォース。さあ、見ていくのはシェンちゃんの方投げる。さあ、さあ、実際に出せるのは結構優しいですね。優しい。さあ、この動き大変に下がる。えな、さあ、しかし戻ってきた。バランス
そのいろんなところでこうやっぱ第2章切り返しが当たり出すといろんなところで動き噛み合い方がですね。その流れと駆け引きの誘いますね。当ててる方は本当に持ってきますね。当ててる方は萎縮しますよね。で切り返しの第2章がダウンされて、うん、最大ですからね。よく展開の早い中で見えてます。さあ星は 2-0。 さあマスクリー、さあ私第2章めくりの大手が分からないことは終わり。2章のラインクのためにはしっかり印象を忘れ、さあ今回は持ってきたか。さあ白スペラーでしょ。さあこれがですね、ユニアンバックステキャンセルできるので、バックステの次に第2章を出すと、まだまだほとんど出しないという上位ユーマー結構やりますね。そうですね、まあ、だからといってどこでも使うことないんですけど、バックステは非常に有効ですね。さあそしてゲージをフルに使って、さあ、テイク打撃もう一回いく。高い。さあ、水上で抑える。さあ、しかし、引っかかる。もう持ち上げから、しかし、さあ、逃がさない。イエス、水上。次のキリング。イエス、水上。さあ、しかし、踏まれる。さあ、テイク打撃もう一回いく。高い。さあ、水上で抑える。さあ、しかし、引っかかる。もう持ち上げから、しかし、さあ、